はい、こんにちは、京一郎です。今日はですね、皆さんにおすすめしたい僕の服ご紹介します。まずはこちら、かわいいでしょ。これを着るだけでもあっという間にもうイケ男子になっちゃうからね。まあ多少ちょっときついところもあるかもしれないけど、まあこういう着こなし大事。誰でも簡単にスポブラになっちゃう。あとは下だよね、やっぱり上が真っ黒なんでね、下はこう明るい感じのオレンジでギュッと締めて、わがままなボディはへそはもう出すだけ出しちゃってどうね、最高でしょ。やっぱ恥ずかしがったらこういうの負けだからいいよね。みんなもこれ気になったら買ってみて。うん、そう特にね、やっぱこの胸の部分がね、個人的にはこう気に入ってるのはこれ、やっぱ胸がちょっと出ちゃうかなっていう。フードかぶったらこんな感じになっちゃうんで、横乳ですね、下乳ながら、これ個人的に結構好きですね。まあ次はそうだね、個人的にはそのパーティーとかでやっぱ使えるかなっていう、まあ、衣装になってきます。まあ、ドレスコードみたいな視点になってくるとね、やっぱ誰でもねこうやっぱ、ね、男子だったり、まあ、女子に対していい感じだ。まあまあまあちょっと分かりづらいんですけどね、これちょっと普段からね着慣れてないんでね、着て華やかなね、着てる時は私思いましたね。実家にいるばあちゃんを思い出しましたねばあちゃんこんな感じの服よく着てるんですよね。まあ、サイズ感もちょうどよくて、なかなかこういう服僕着ないんで、たまにはねおしゃれしたい時とかいいかなっていう。まあさっきからそうなんですけど、基本へそだし、あとこの袖の部分がすごいチャーミングで可愛いですよね。伸びちゃうから、伸び縮みして最高な感じですよね次はちょっとこうなんていうかな、おとなしめな感じというか、まあ、だから休日にこうデートするんだったら、まあ、来ちゃうかなっていう。まあそんなやっぱこう普段とはちょっと違う、こうタイトな、これね横からこうちょっとこう腰が見えちゃってみたいなやつなんですけどね、いい感じでこれ横が腰までいかなくてねちょっとセクシーな感じになっちゃってるんだけどね。まあまあまあ上はとりあえずこんな感じで、これカットワンとワンピース1500円で、この、まあ、エロさが出ちゃうっていうのもちょっと罪なあれなんですけどねもう下すらまあいらないかなっていうもうカットワンピースだけなんで、これもなんかまあ世のね持ち前のこれ1個あれば、ね、寝る前とかお家とかでね、なんかパジャマに着替えるみたいな感覚でね着ていただければ。でもこれ結構ねすんなりスッと入りましたね個人的にはスッと着れた方の1枚かなっていう。こうなんかほらね、なんもうスッ着やすかった服装ですね。さっきは右だったんですけど、今度はもう左というか、汗もだいぶかいてきてね、びちゃびちゃでお腹までしまえるのはすごい個人的には良かったですね。自前のキャミソールなんだこれ。次はそうですね、これは何だろうな、よくわからないかなこれ。でもなんかまあフリフリの結構いい感じのね、さっきもなかなかなかったんで、ね、ズボン履いて、あ、ごめん、パンツね、パンツ履いて、で、上から、まあ、カーディガンみたいな、まあ、セーター、これ結構、大人びた、スターバックスコーヒーにいそうな、いい感じの、ね。で、上からこれ、着ることによって、ちょっとこう、おしゃれにね、なるからね、これね、これね。あまりにも前半がひどすぎて一番まともに見えるっていう前半ひどすぎて一番まともに見えてくる着こなし。こういう女いるんだよなマジで。基本へそ出しなんでね、汗すんごいかいてる。可愛らしいですね。こんなに着替えることもないんでね。ちんちん見えたらあったよ、大丈夫。あ、次はまあ結構個人的にも可愛らしいセット。これ多分見覚えある人もいるんじゃないかな。これ雪の花の MV でこのまま使ったんですけどね。こうね、セーターホワイト。ね、これ、可愛らしいんですよ、これ。これも1枚なんでね、スッときて。ほら。まあ、これ一番ね、一番しっくりきてるんじゃないですか、今までで。ね、上からしてこれ羽織ってこれでよくありますよね、こういうのクッと。おお、ほらかわいらしいじゃないですか。後半やっぱしっかりしてるあれジャイコジャイコみたいな感じになっちゃってるんですけどね。もう皆さんもね、ワンピースにこう1枚こう、まあ、ジャケット羽織ってねあげるだけで止まらないジャイコ感が出ちゃってね。これもう一生懸命こうカメラマンサイドからこう握ってはーってやってって言われてるけど、手がもう回んなくて、これ以上クッてやってなんかもうクッて回んなくて、もうちょっと長ければね可愛らしいんですけどね。背中がごっついのよ、こうして後ろの背中がごっついのよ、もうプリプリしてるけどプリプリしてかわいい。まあこれ個人的に結構可愛らしい着こなしだったんじゃないですか。まあ皆さんもぜひ、ね、私も着れるんで、まあ、皆さんも全然着れると思いますよ。もう最後はもうクマちゃん一式みたいな可愛らしいクマちゃんのがあったんで、もう今も多分家に持って帰って玲香が履いてるんですけど、まあね、キャラクター性の強い、まあ、私ですからクマちゃんクマちゃんでね、こう締めて最後クマちゃんのリュックで伸ばしてね。なんかもう30歳ですよね30歳とは思えない着こなし、髪色も化粧も相まって一番似合ってると言っても過言ではない。違和感がないのがまず虹色の一番もう違和感がね。クマさんのリュックは今でも家にありますけど、これ中にタバコ入れたらもう何も入んないですねなんも入らんというわけでいかがでしたか。私のガチコーデ、今回はちょっと一つテーマがあったんで、全国に住んでるボディヌードが気になる女性のため向けにクリスマスコーデっていう裏テーマがあったんですけど、まあ、個人的には結構いい出来だったんで、だんだんと評価が良ければ今後も展開していきたいんで、まあ、お店縛ってもいいですしね、どこどこのお店のコーディネートみたいなのもいいなと思ってるんで。それじゃあ皆さん本当に今日はありがとうございました。おっぱいちぎれるんだこれ、おっぱいが後ろにここにある。出ないかな、片方しか出ないの